展示する上に上に MC って言われと思って、おい司会 MC の意味分かってる？いや、やっててよかったですよ。だからそういう意味ではなんかアブデカ関連のに何かお呼ばれするっていうのは、うん、嬉しいよね。本当に嬉しいこと。もうアブデカファッションチャンネル、どうも小一です。私が奈良寺です。よろしくお願いします。お願いします。さて小一さん、はい、あなた、はい、稲敷ドラマ上映会2023の、はい、司会になったでしょ。司会 MC をね、あの仰せつかったんですよ。え、すごくない？どういうこと？なんでそうなったの？あのね、稲敷ドラマ上映会っていうのが9月の3日にあるんですよね。茨城県のね、稲敷の方で行われる、うん、危ないデカのエピソードを、まあ、午前と午後の部で二つやるんですよね。そう、二つやるドラマ上映会、ね、イベントがありまして、うんうん、これはあの YouTube の投稿の方か、はいはいはい、投稿の方にも上げてますし、はい、Twitter、インスタとかにも上がってるんですけど、はいはいはい、これのダブル MC みたいな、二人で、役者さん、稲川さんと役者さんと光一が MC をするんですよ、はい、やることになった。なんで光一が MC することになったのよ。すごくないそれ、なんでと言われると、ね、オファーされたわけじゃないですか。オファーされたね、ですよ。その稲敷のそのドラマ上映会の主催者から、はい、まあ、オファーされたってことでしょ。そうなの。うん、で、まあ、なんでと言われると非常に、僕もだから、いいのかなって感じなんですよ、うん。あ、いいのかなと思ってんだ。その、いや、まあ、俺だろうなと思ってんじゃないの、どうせ。いやいやいや、そんなこと思ってないの。もう一方の、もう一方は、稲川さん。稲川さんっていう方は、役者さんですし、要は作品、危ないデカの作品にも、出たことがあるわけですよ。さらば危ないデカだっけ。そう、さらばに出てらっしゃったんですよね。で、もうその、役者の経験も長いしっていうので、まあ、うってつけなわけですよ。そうですね。ただ僕はただのアブデカマニアなわけで、いや、いいのかなっていうのを半信半疑で、うん、まあでもそのご挨拶したんですよ、うん、その主催の方と稲川さんと。なんかここに来たんでしょ。そうで打ち合わせしたんでしょ。打ち合わせしたので、もう、まあ、間違いなく受けたまったんで、うん、そのまあ楽しくやっていただいていいというか、うん、だからまあ僕の状況というか、いわゆる昔のね、ハードボイルドの刑事ドラマ作品知らないのいっぱいあるんですけど、大追跡とかね。そうそう、うん、それでも大丈夫ですかってことを一応確認をして、なるほど。で、それは逆に、そのぐらいのちょうどいいんですって、それが、また。その、来る方の中には。まあそういう人もいますもんね。そうそうそう。だから別にそこがむしろちょうど良くて、うん、あとは普段チャンネルをやられてる感じで、うん、え、この感じでいいの？うん、っていうことだったんですよ。へ、だから、いや、普通に、その稲川さんだけでもいいのかなとも思ったんですけど、うんうん、一応それ確認を取って、なるほど。いや、お二人で盛り上げてもらえば、だからまあ楽しい感じでやってくださいっていうことだったんで、なるほど。まあいつもの感じでね、ちょっとこうまあ憑依するのかふざけるのか分かりませんが、ただね、うん、スペシャルゲストが、スペシャルゲストが柏原さんでしょ。柏先生で、またまたを取った市倉監督、市倉ハロー監督、はい。で、その流れるエピソードも要は市倉さんの担当したエピソードなんですよ。で、ひとみちゃん、長谷部かなえさんなので、僕初対面だから、長谷部かなえさん、市倉さん、そう、あんまふざけらんないかな、いなくてないんちゃうな。いやー、なるおじもいないわけですよ、その日は。そうですね、私も行かないですからね、 その時はっていうことで、いやちょっと大丈夫かって心配もありますが、うん、まあでも柏原さんにね、お伺いした時もあれ一発目だったんで、あの感じで、はい、まあ、緊張はしながらも、でもやっぱ楽しいものをね、うん、届けたいというのもあるので、そうですよね、そこは緊張はすると思いますけど、うん、あの場に立ったらなんとかなります要はだって、要はアブデカのファンでしょ。ではアブデカのなんて環境というか、何人ぐらい集まるんだっけ。300人とかだっけ。いや多分ね、300はいかないと思いますけど、まあ200前後ぐらいなのかなと思います。なんか打ち合わせするっていうのは聞いてたじゃない、うんうん、聞いてたのよ、うん、稲敷の主催の方が、そのね、もう一人の MC の方がいらっしゃるのは聞いてて、聞いてたらなぁと思ってて、で何気にツイッターとか見てたら、そのもう一人の稲川さんが MC することになりました、ああそうなんだ、
でパッて見たら、YouTube でおなじみの光一さんとやることになりましたって書いてるから、え、光一 MC すんのかよと思って。なるほどね、そうだね。お前さっきに俺に言わんかいと思ったんですよ。いや、それ決まった後、その後の来客続いたので、本当にすぐ言いなさいよと思って。そんな暇なかったんですよ。そしたら多分向こうがもう先にあげちゃったもんだから、そう。なるほど。はぁと思って。MC ってなるやってるやんってことでしょ。そう、いや俺はだからその展示させてもらうことは聞いてたじゃん。いやいや、そこだ、僕もそのつもりでしょ。でしょ、うん、それがなんで展示する上に MC って言われと思って。おい、司会 MC の意味分かってる？こいつマスターオブセレモニーやで。あ、そんな感じ。それ MC なの？そういう、それが MC のことよ。 MC ってマスターオブセレモニー、セレモニーを司る人ですよ、あなた。ちょっと名前重たいな、それ。おい、分かったのかっていう話ですよ。あ、そうなんですね。そう、マスターオブセレモニーが MC です。いや、だから MC ハマーの MC でもありますけどね。いや、まあ結局でもやっぱ主役はお三方だから。もちろん。だからその、でも、でもそうそう、稲敷ドラマ上映会2023を司る人、うん、だから全体を調和して。いや、やめてもらえる？それハードル上げてない。上げるよ、そんなもん。上げるに決まってたやろ。逆でしょうよ。なんでよ、背中押すんでしょうよ。いやいや、だから上げないと。いや、じゃあ司っちゃうの？そうよ。大丈夫かな。その稲敷ドラマ上映会2023が盛り上がるも盛り下がるのもマスターオブセレモニーの力よ。いや、怖いこと言うね。でも、まあ、でも事実そうでしょうよ、それ。だからまあ逆に言うとね、ふざけていいのかっていう問題、そこですね。ふざけるというか、ちょっと、まあ、ふざけるというか、そう、要はその、スパイスと効かせる、あ、そうそうそう、スパイスを効かして、笑いというか、そこでスパイスを効かして、うん、全体的に緊張感があるところをこうほぐしたりとか、なるほどね、例えばですよ、うんうん、いや、質問受け付けますみたいな時もあるかもしれないじゃないですか、うん、要は。そのオーディエンスで来てる人たちから、うん、例えば柏原先生とか監督に質問ある人みたいな、うん、なかなか緊張して質問出てこない時もあるじゃないですか。あ、それは用意していく、もちろん。そう、そういうことですよ。 それで言うと、もうちょっとスイッチを入れて、うん、スイッチを入れて憑依してと憑依して、うん、登壇する時に、うん、サングラスかけて立ったん風なやっちゃうとかね、やっちゃった方がいいのかとか、その辺はね、結構デリケートな問題でしょ、やっぱり。愛がみんな深い人が来るから。そうですね、世界観壊したらお前引っ込んだよってなるし、うん、でもそれをこう、まあ、盛り上げるスパイスとして受け取ってもらえるんだったらやるべきですね。僕がその出てって、例えば稲川さんに突っ込んでもらうとかね。そうですね、ちょっと待ってみたいな、うん、それいろいろね、これね、結構大変だ。あ、ね、急に大役になってきた。マスターオブセレモニーだからね、急にね。だからあなた MC なもんだって。いや、これ1週間これでもう頭いっぱいだな。いや、でも楽しみじゃないですか。いや、楽しみですよ。すごいことよ。そう、この YouTube チャンネルがある程度は認知されたってことじゃないですか。いや、そうですね。いや、じゃなかったらね、オファーないでしょ、そもそも。うん、確かにね。え、いや、やっててよかったですよ。だからそういう意味では、なんかアブデカ関連のに何かお呼ばれするっていうのは、うん、はい、嬉しいよね。本当に嬉しいこと。もうだって今まで話す人がいなくて、話せなくて、ここでやってるんだから。そういうことですよ。が、そういう人たちの輪の中にね、招いてもらえて。そういうことですよ。マスターオブセレモニー？そうですよ。MC ってそういうことだから。大変だな。マスターオブセレモニーだから。そうか。司る人ですから。ちょっと、でもまあね、視聴者というか、その、いらっしゃる参加者の方が楽しんでもらえるようにね、うん、全力でやりますし、そう、スパイスというかね、そういうふうに受け取ってもらえるんだったら、ちょっとね、こう。やってみてもいいんじゃないかしらと。うん、なるほどね。いうところですよね。まあでも、このチャンネルご覧になってる視聴者さんも、あ、そう。高一がね、まさか MC っていうのがあるでしょうし。そうですね。で、まあ、その当日の模様的なものはね、いろんな絡みで動画にね、できるかどうかちょっとわからないところが。まあ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 、それはね、うん、セントラルアーツさんとの兼ね合いとかもありますもんね、うん、はい、なので、うん、今日は一応そのね、マスターオブセレモニーを、そうですよ、こいつが就任したということですから、はい、それのまあ報告にはなるんですけど、はい、まあできる限り、そのまあ写真とか撮れるところはあのツイッターとか、うん、まあ、インスタとかに載せたりはしようと思うので、はい、うん、まあ、ぜひそちらもね、チェックしていただきながら、そうですね、後日ね、そう、はい、後日どうだったかっていうこともね、うん、マスターオブセレモニーが成功したかどうかとかね、確かにね、聞けるわけじゃないですか。え、ちょっと なんかアイディアあります？ MC こういう風にやったらいいんじゃない？要は
硬くなってもしょうがないかなっていうのはあるんですよ。もちろん。まあだからサングラスはマストだよね。うん。そうだね。サングラスマストの、どうしようか、スリーピースでいく？いや、スリーピースでいくと思う。うん。じゃあスリーピースサングラスだろうね。うん。だ例えばマイク、MC マイク持つでしょ？あ、鈴木雅之やかな、それ。いや、まあもしくは、泣かないぜって入ってた方がいいのか。なるほど。だなんかあんまりさ、その、物が飛んでくるとか嫌だから、うん、批評は食らいたくないわけですよ。まあ泣かないではちょっとやめた方がいいかもしれないですね。まあサングラスかけて歩いていくぐらいで、まあいいんじゃないですかね。うん。まあ気取ってるやつが出てきたなと。アフリカファッションチャンネルだから、このスリーピースを再現してる、うん、頭のおかしいやつですみたいな感じじゃないですか。はい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 、そうですね。いや、その辺で、ね、うん、で、その頭のおかしさを展示もさせてもらってますと。いや、またまたの衣装も復刻しておりますみたいな。そうだね。はい。ちょっとそこら辺のアイディアは練って、その、アフリカファッションチャンネルをこうアピールするチャンスでもあるわけですからね。そうですね。ね。うん。だって、その会場に来てくださってる人で、僕らのこと知らない人もたくさんいるでしょうし。うん。ですね。高一の司会の仕方によってはチャンネル見てみようかなとかね。そうアブデカファッションチャンネル拡散してくれる可能性もあるわけじゃないですか。はいはいはい、責任重大になってきたな。責任重大よあなた。いやでもこれがさ、いや横にいるのがナルオジだったらいくらでもできるんだけど、やっぱお三方いるからね。そうですね。これが大変よ。そこが楽しみです僕も。いやちょっとまあでもあのイメトレと。シミュレーションして、まあまあでも大丈夫よ。どのぐらいこうね、こいつは、うん、こいつ憑依型だから。そうですね、あの衣装をくれば、着ればもう、うん、多分大丈夫だと思います。大丈夫大丈夫、うん、うん、いやーでも楽しみですね。いやですね、ほんと楽しみですよ、うん、視聴者の方も喜んでくださってるんじゃないでしょうか。ですね、うん、いよいよ MC までやることになったから。そういうことよ。こんな願ってもない、本当に。そうですね、びっくりしましたよ僕は。本当ですよ、うん、僕ももう本当その日の多分アブデカの劇中車飾られて衣装とか、多分その他にもショーケースとかにいろいろ飾られるみたいなんですよ。へえ、アブデカ関連グッズが、関連のものがすごいじゃないですか。これはだからね、盛り上がるね。だと思いますよ。だからうちの視聴者さんでも行く人何人かいるんじゃないかな。あ、うん、あの何人かはね、その参加表明でもう、ね、行きますよみたいなね、ありましたから。聞いたりしてますよね、うん、ぜひ皆さんお手柔らかに。僕家としてもアウェーっちゃアウェーなので、お手柔らかに皆さん、その日は喋りかけてください。ああああ、はい、いや、ということでね、本当に、稲敷ドラマ上映会2023、はい、9月3日開催予定のですねイベントに小一が MC になったというところで、はい、はい、頑張ってきます。頑張ってください、はい。アブデカファッションプロダクト、
復刻企画第2弾の最もの高の3ピースですね。このねポケット手入れる仕草、それから V ゾーン、ベストの形とかね、まあかっこよくてね、こう浸っちゃいますよね。もう横浜歩くのが本当幸せな思考の一着ですね。もう360度かっこいいですし、そこの風格、男らしさとかダンディズム、色気みたいのがもう存分に味わえる、ほんと特別な一着です。ぜひ見てみてください。こちらがアブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のユージのステンカラーコートですね。もうポイントはこの襟です。襟見ていただくと、この立ってる感じ、それからこのシワ感とこの光沢、ドレープですよね。このあたりをなるべく忠実に再現した形で復刻してみました。動いたりするとちょっとひらっと動く感じ、走ったり時にもすごく軽快で、有事の気分が味わえる一着になってますね。ほんと横浜歩くと気持ちがいいコートです。ぜひ見てみてください。